Thanksgiving!新宿にいますけれども新宿だ。やってまいりました。30万円自腹じゃんけーん。スパンが短いわ。また来ました。 MacBook が2台ぐらい故障してきたので急遽もう始まってしまいました。あ、これ壊れるために始まるんだ。そうそう、なくなったら悔しばギャンブラーみたいなこと言ってる。僕それで仕事してる。いや、そうですね。ないといけない。罰ゲームする必要ないですよ、別に。いやいやいや、なんでお前乗り気なんだよ。くそ、いいんだよ。負けたことない人はいない。ここ負けたもん。これ負けた。家電の時。あ、そうそうそう。負けんよでしょ。負けんよ。共演もない。あ、俺ないわ。お前ら二人でじゃんけんしよう。なんで？なんで？これわかんないの見てる人。これどんだけ地獄か。いや、むろしがけだから。ちょ、俺マジ怖え。水。よし。最初。グー、チョキ、バイバイバイ。おお。今丸がれました。これは正解だ。よかったね。強すぎだ。お前、これ一人しかやってないから。よし。緊迫感ないんだけど、次がやばい。やばいでしょ。そろそろ焦るやつ。よし、俺の。よし、来い。最初は、ちょっと、パパパパパ、俺の勝ち。やだ、30万やだ。30万、したことない、したことない。したことないって。すぐだ、すぐ行きます。あー、連れてかれる。10年間逃走したのに捕まった人の。お前がやったんだろ。分かってた。知らんやついてんだお前。早く行くぞ。早く行くぞ。逃げやって、お前。どうしました。ということで、今額を見てきたんですけれども、大体26万ぐらい。ですじゃなくて。お願いします。本当、本当、僕がです。あー、美味しい、美味しい。あー、26は無理です。それはいい。新宿でそれはもうやばい。こっちだ。それは無理だと。その言葉結構やばい。そうそう、わかりました。もうまたこれ。いや、安心してください。皆さん、SSJ 募金制度があるの覚えてます？人間的に良くないだろっていうことがあるたびに、みんなで1000円募金してるんですけど、2ヶ月ぐらい前かな、はい、始まりまして、だいたい今がね、予想10万ぐらい入ってる。どんだけあかん人間だ。でもね、ちょっと貯金箱持ってきたんで、1コースしか開かないやつだから。そう、ガックを見ましょう。これをじゃあ一旦もう寄付してあげる。なるほど。マジで。そういうことだから、そう、溜まったら、あ、そうだ、より動画良くなる機材を買おうって言った。うん、よかです。上から2000円だけ。テンプレなリアクションだわ。本当に、お客さんも金銭だから、もうどうしたらいいか。よくわかんない最低。まあ、いくらあるかわかんないですけど、それはもう自分たちの戒めのお金なんで。そうだね。まあ、何に使ってもらう。任せます。じゃあ、京平とタオと俺でぶっ壊していく。あ、わかりました。はい、行きましょう。行こう。買い物着をするんすね。ハンマー忘れたんで、もう自力で開けるしかない。まあ、俺らぐらい屈強な人間だったらハンマーなんかいらねえぞと。まあ、とりあえずね、じゃあ京平さん、一回殴って開けてみようか。ああ、京平だって空手やったことあるもん。ああ、っぽいね。ああ、いい。いけるじゃん。いけるわ、これは。せいや。せいや。ちょっとだけ小銭の音するのやめて。俺、行くわ。藤岡弘や。いやー、こういうのはね、やっぱり一体となって大先輩に、えいっ。痛い。やべっす。13万6000円。やばっ。そう、マカオド。絶対お前だろ。絶対お前やろ。人間としてどうなの。全部こいつに使わせていいの。まあ、いいんじゃないですか。お願いします。新宿でそれやばい。今のうざかったんで、100マカオドルです。あ、実質1500円。使うんですか。じゃあ使います。わかりました。まあ、じゃあ差額でだいたい13、4万円。はい、払いましょう。13万払いましょう。行ってこう。じゃあなー、行ってらっしゃい。あー、背中が寂しいわ。はい、ということで、じゃんけんに負けたね、負け犬が27万円払って、今この場に来ようとしています。どうぞ、負け犬さん。あ、来いよ、早く。顔の大きさがすごい。勝ち組と負け組の、頑張ったね。こんなことしてるけど、募金で、俺らのおかげで半額してる。いや、すごい。14万円やばくない。あれ、なかったら30万円。そうそう、俺ら買ってあげてるっていう、半額出しちゃう。気持ちある。なかったわ、やばい。どんな感情なんだ。ありがとうって感じ。まあまあまあ、感情がいい、正しい。
まあ14払ったことに変わりはない。そう、前さ、動画出るたんびにさ、すげえ好感度落ちる。下水の。ということでな、なんかいろいろケースとかカバーとか買って、はい、で、まあ僕も GoPro 買ったまあ GoPro 欲しいなと思って、あ、まあ、まあそうね、うん、よりちょっとドッキリ頑張ろうかな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まずありがとうございます。ありがとうね、そう、募金で払ってください。ありがとう。あ、投げる。やばい、投げる。交換のセンサーが。ありがとう。本当急に出ちゃうんです。本音のテンションで行こうとしてたけど、あ、僕も下がるからやめよう。まあ動画があっての僕たちだと思います。はい、はい、本当に気合い入れて、よりクオリティの高い動画を作っていこうと思います。皆さん、頑張っていきましょう。はい、じゃあね。今回お世話になった京平さん、一言。なんかこれがもうパッキンみたいなもんだからさ、今後一切買わない、パッキン。まあじゃあ性格が悪いんで、スローのパッキン、思わない。